昨日、夫の携帯に電話したとめ。伝聞。お盆に息子夫婦が訪問するので、嫁は何が食べたいか聞く。スイカと他に何を買っておけばいい？スイカは決定事項らしい。スイカは、とめの好物な上。義実家あたりは、スイカの名産地なんだが、とめは小食だし。好きなものも、一口食べれば満足。典型的な辛党の夫と、二人暮らしなので、普段は、食べ余すから、スイカを買えない。カットスイカは味が落ちるので、とめ的には NG。夫と付き合ってた頃、義実家のバーベキューに招待されて、1時間で大玉半分を食べきったら、とめ脳内で、もし、この子が、息子の嫁になったら、スイカをたくさん食べてくれる。スイカを丸ごと買っても余らない。と、フラグが立ったらしく。それ以来、ものすごく結婚をプッシュされ、考えていたより、3年ぐらい早い結婚になった。今年も、四つ割りにしたスイカを、カレー用のスプーンでザクザク食う嫁の隣で、ちんまりした三角カットを、トメが危機として食べるのは、確定だと思う。そして、スイカの皮のぬか漬けが、ウトと旦那のつまみ。